Hi everyone! ハナです。今日は1泊2日で金峰山に登ります。金峰山といえば夏の間に大だるみ峠から、往復 4,5 時間とかでちょっとこう山散策を楽しむ、私の大好きな山なんだけど、今回は初めて富士見平小屋ルートから登るという計画です。で、富士見平小屋までは前来たことがあるんだよね。その時は水垣山に日帰りで登って、もうちょっと晩秋だった気がするの。なんか氷が上の方で張ってたから。今日は秋の爽やかな、ちょっと肌寒いけどでも登るには最適な感じで紅葉が楽しめるんじゃないかなと思ってるので、行きは富士見平小屋まで行ってテント張って、ちょっと見晴らしがいいところまで1時間ぐらい登ってまた降りてくる。で、本番は明日です。明日金峰山に、800ちょいぐらいかな、登って降りて帰るという計画です。楽しみ。レッツゴー。登ってたら普通に暑い。先週苗場山行ったんだけど、もうとにかく岩が滑りまくる。今日は滑らないので最高です。おはすっごい。てかここすごいの知ってたけど、でもすごい。こんにちは。あ、ペコでした。かわいい。あ、葉っぱくわえてる。水垣山がものすごい美しく見えてる。やっぱりこの間よりも、なんていうの、秋がまだ秋が浅いっていうか、秋真っ只中って感じかな。前回はもう冬に近い感じだったもんね。そしてこの展望台のところで超かわいい鹿さんが出迎えてくれました。全然逃げない。本当にいいビューポイントだよね。すんごい幸せなんだけど、なんかこんなに鹿が長くとどまってたことない。ああ警戒してない。全然鹿と水垣の写真もいっぱい撮れました。しっかり鹿に気を取られて水垣山をあんまり見てなかったので、もう一回じっくり見てから進みます。あと50メートルぐらい標高で登る感じです。小屋テント場まで。あー楽しかった。なんかすごい平和なひとときだった。レッツゴー。なんと車がここまで上がってきてた。まあ作業車しか上がれないってことだと思うけど、いや、なんか車を山道で見つけるとちょっと拍子抜けすんだよね。おお、音がするね。
テント場のちょっと手前に水場があるんだけど、水量はもう音からしてすごいありそうだけど、ちょっと覗いていこうかな。やはり水は豊富に流れてる。後で汲みに来ます。もう小屋目前です。テント泊2名でお願いします。テント場の使い方、明日テントをそのまま放置していいのかどうなのか。では絶好のテントスポットサーチに行きたいと思います。結構ね張ってんだよね。でもおそらく昨日から張ってて、これから降りてきて撤収する人が多いんじゃないかという勝手な予想。ちょっと道に近すぎる。なんか富士見平小屋のテント場すごく広いの。そしてすごく端の方に張ってる人とかもいるんだけど、やっぱりあんまりにもトイレから離れすぎるのもちょっと心配なので、そしてあわよくば真ん中のダイニングスペースを使いたいから、割とこのそばに陣取ってたいなっていうのもあって、ここかなと思っております。そっちもいいんだけどね、そっちさらに遠いからな。ここだな、ここです。